さんこんにちは、キャサリンです。新型感染症が広がり、世界中がパニックになっています。日本でも窮屈な自粛生活が求められました。そして事業活動においては、あまりにも多くの基準、目標がこれまでの働き方にプラスしてのしかかっています。そんな中、当たり前の日常を取り戻すという思いを共有した企業3社が手を結ぶことになりました。まずサーマルカメラジャパンでは、顔認証 AI 搭載のサーマルカメラを提供します。ソーシャルディスタンスを保ちながら、測る時も測られる時も安心なスクリーニングを日本の生活様式に合わせて検討実施しています。次にリブグロは、体温を測る機能を備えた顔認証端末とどこでも電池を提供します。わずか 0.2 秒で顔認証し、名前と体温、勤怠をまとめて管理できるので、オフィスや工場、学校などに最適です。電気自動車に搭載され、10年間無事故の信頼性がある電池を再利用。どこでも電池があれば、災害の備えに、アウトドアに、電気が使える便利さを提供します。最後にサンキャピタルマネージメントの除菌水ジアメディカル、20年以上の実績があり、大手病院グループも認めた弱酸性で高濃度の除菌水です。今言われている次亜塩素酸ナトリウムの問題点を、除菌水生成技術装置を導入し、次亜塩素酸ナトリウムの効果の向上と欠点の低減を実現させた製品です。用途は広範囲で、あらゆるシーンで使用できます。この3社の提携により、当たり前の日常が早く戻ってくることが期待できますね。